はい、皆さんこんにちは、つきです。今日もご視聴くださいました、本当にありがとうございます。はい、先ほどね、自宅裏の草刈りをしてきたんですけども、もう一つ早めにやりたいなと思ってたことがあります。今日は私に似合わない道具を持ってきております。早打ちですね、高枝切りののこを持ってきております。ここはですね、どこかと言いますと、わかるかな、ブルーベリーと梨の木の裏側の通路のところですね、ゆずの木の整備をしたところ、そこにですね、柿の木がこれあるんですよ。で、これがね、毎年こう下の方に柿の実を落として草刈りの時にもうブシャーって飛び散るの、もう本当にあれがストレスで、で今もすでにやっぱね、虫がもう入ってるみたいで、若いちっちゃい実がね、下に落ちて腐ってきてます。でもこれが本当に私嫌いなんですよね、落ちてんのが、草刈りの時に飛ぶから。だから切ります。楽しみさんに言ったら、切っちゃないっつって、で枝落とすだけでもいいし、もう切り倒してもいいよって言われたんですが、さすがに切り倒すとこまではできないので、まあ、一応ね、この通路に入らんぐらいのところ、入ってきてる、もう伸びてきてしまってるとこ、そこだけは切りたいと思います。で、ちょっとね、逆光になっちゃうので映らないかもしれないけど、まあ、ひとまずやれそうなことをやってみようかなと思って持ってきてみました。まあ、どうなるかから、できんかったっつって終わるかもしれないですけど、その時はそれで許してください。楽しみさんにその時お願いしますわ。ということで、今日は早打ちで柿の木の枝を落としていく作業をやっていきたいと思います。よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。頑張ります。はい、ここね、梨の木、ブルーベリーでレモンがあるところの通路のとこです。もうね、枝がほら、こう、私の今この目線の高さですよ、ここまで下がってきちゃうから、もうそもそもね、枝を落とさないかんなっていうのを言ってたんですけども、この下ね、ちょうど通路にもかかってきてるところの下、ほら、わかるかな、もう実がね、落ちてるので、これはもう腐ってきて、これをね、草刈り機ナイロンコードでやるとビシャーって飛び散ってね、顔にすごい飛ぶんですよ。あ、もうこれがもう今すでにこんだけ落ちてるから、もうちょっと熟してきて落ちるってなるとね、もう本当に嫌なんですよね。で、これ渋柿で、もう甘柿作ったりとかもしないので、もう落とせる分落としていきたいと思います。もう相当高いんですよ、ほら、わかるかな、電柱よりも高いです、うちの電柱上よりも、ね、落とせる分だけちょっとやってみようかね。見てほしい。ゆるく行こう今日は。これ初めてですよね、こっちのチャンネルの方では。楽しいチャンネルの方で、メインのチャンネルの方ではね、ご紹介したと思うんですけど、すごい形してるんですよね、わかるかな、これね、先端もひん曲がっちゃうし、ここもひん曲がって引っかかってる、こんな形ので、ちょっとカーブしてます。こんな形ののこで、枝がここにあればですよ、これまあ、重いんですよね、相当ね。で、こう乗っかって引くだけで、なんていうの、このこういう動きになるのね、こうちょっと なんて楕円を描くような動き、まっすぐ一直線のノコギリの動きじゃなくて、木の枝の丸さに合わせてこう動いてくれてるって感じなんで、葉の紙がいいので、こことここの先端と先端の曲がりと、この付け根の曲がりがあるから、抜けることがないんですよね、スポーンって。あーって、重たいっつって、ゴーって先をこうやって合わせて、で、やっと乗ったと思って、引いた時にここがなかったら、スポーンって抜けちゃったりするんですよね、引いたらね。だからそれがないの。だからもう本当に、この角から角の間で、ゴシ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 っていうのが、めっちゃ効率よくできる。すごい考えられてる。本当にいい、これ。マジで。ただ重いっていうね、めちゃくちゃ重い。よいしょ。で、乗っけて、
私でも簡単に切れるの。よいしょ。こんな枝、何ぐらいやろか。私の腕っつったら細すぎるね。こんな細くねえわ。どんぐらいだ、手首ぐらいの太さやね。の枝は余裕です。もっと上手に切れば多分こんなならないと思う。で、しかも柿の木やからね、柔らかいのかな。ね、すごい高いな。ここまでは。こっちもね切りたいけど下に落ちちゃうので、もう今回はこっちだけとりあえず落とそうかな。いや、こっちも切りたいな。上に行っちゃうんだよね。ひとまず落とせる高さの枝を全部落とそうと思います。だいぶね下の方さっぱりしたんですけど、上がねきついね。枝がこっち向いてるから私が切った方に多分落ちてきちゃうんですよね。で、長さがもうちょっとあと1段階長くしないと届かないな。ちょっとどうやろうか。細かいところをね切っていけば別に落ちてきても大丈夫なんですけど、多分これ1本丸ごと切ろうと思うとちょっと危ない。私には首やってもよ。そんなリスクは犯せないので、できれば細かい枝からね落としての太いのをやりたいんだけどな。どうやろうか。もう一段階長くしてやってみるか。ママカメラがね置けない。どこにも置けないよ。ちょっとすごいこっちに寄ってるけど映らないので、許してください。ちょっとだけでも釣ればいいから。見えるかな。
りだった。いかがらなかった。はい。あとね、ここの手前のやつだけ切ろうと思って、ここね、付け根のとこ切ったんだけど、枝がこう斜め上に上がってるの分かりますかね。このね、先端の方、上の方ね、切ったとこ、こっちが Y の字に、こっちは切ってる。こっちの枝を今切ろうとしたんですけど、ここはね、上にこう斜めになってるじゃないですか。ここのね、こう斜めのラインに、引っかかりができなくて、あの側面をね、広い範囲をあっちもこっちも切って、深くこう切り込みを入れることができませんでした。で、裏側にね、枝があって、ちょうどね、切りたいところに当たるんですよ。で、枝が邪魔して、のこの位置をね、ちょっとふわんふわんってずらしちゃって、なかなかうまくいかない。まあでも、こんだけ、すっきりしたけど。あとちょっとね、この下の方のもとりあえず落とせるとこだけ落としとって、ちょっとごめんなさい。こうやね。下のとこも落として、次の時片付けしようかね。あ、ちょっとね、今体力が持たんばい。あと下2本だけ、まず切ろうかな。枝を向こうに集めて終わろうかな。力じゃないとダメだ。絡まっちゃう。あ、力がなくなった。終わろう。はい、すごいスッキリした。いや、早打ちがあれ何メートルだっけ？あれ最高まで伸ばして、やっとあそこに届いた。相当高いね。あとはちょっと楽しんさんにお願いして、それから倒せば、あれやね、まだ安全に倒せるし。ブルーベリーとか柿の方にね、ああ、そう、そのまま倒せばって、倒せばって楽しみながら言ってたんですけど、あの倒すと枝がこっち当たるねーっていう話だったんですよね。あれ、一回こうやって枝落としとけば、そのままバタンってね、倒れてくれるだろうし。でも畑も作っておられないので、今なら処理しやすいわ。あ、いいんじゃない？ちょっと、もうこれを引き上げる力が残ってなかった。次ね、ちょっと剪定バサミ持ってきて、引っかかってるやつをちょっと切ってからあげようかな。あとはもう全部、上の方にとりあえず置いてあります。まあ、楽しいさんがこう、木材の上に全部切ったやつ乗せちゃうけど、この先行っちゃろうか。やれば、ちょっとちっちゃくね、枝だけこう落として、ここに置いてもいいけどね。まあ、また次回やろうで。はい、ということで、今日は、このね、レモンのとこの通路の柿の木を切るっていう作業だったんですけど、
もうすっきり、マジで視界がめっちゃ開けたって感じ。いや、ここね、だいぶこうかぶさってきてたので、草刈りするときもこうかがんでやったりとかやってたんで、こう枝だけ落とそうかなと思ってたんですが、このね、実が落ちてくるっていう悩みもあったので、こんだけ切り落とせてよかった。今年はね、なんか今年だっけ、今年だよね、新しい道具がね、いろいろと仲間に入って、すごいなんか、なんだろう、作業の効率も良くなったし、スピードも速くなってる気がする。でしかも安全にっていうところがあのプラスされてるので、すごい快適にあの作業できてます。嬉しいね。この早打ちもね、なんていうの、長さが結構あるから、真下でこう切るんじゃなくて、ちょっと離れた位置でこう切れるからですよ。私みたいにこう下手くそでも自分の頭に落ちてこない位置に立ってこう枝を切るっていう作業ができるので、まあ、重いです。相当重いからコントロールするのはすごい難しいんですけど、でも安全っていうところを考えた時に、結構高い位置も私みたいな素人でもなんとかできるっていうね。もちろんヘルメットとか、なんか足場の加工っていうのは大前提だと思います。誰でもできるっていうわけじゃないですからね。私たちのこの環境の中で、やっぱ高い枝を落としていくとか、木を切る、竹を切るっていう作業が多いので、そういうとこでね、少しずつ私にもできる作業が増えるっていうのはすごく嬉しいです。もう怖いなって思うことはしたくないですからね。なんで、とりあえずね、すっきりしたから次は片付けです。まあ、また明日じゃらだい。ちゅうかで、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までありがとうございました。もう遠巻きで何してるか分からなかったと思いますけど、見てくださってありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。